はい、どうも皆さん、こんにちは。お久しぶりです。ということで、やっと、旅行から帰ってきましたので、今回はですね、皆さんもきっとこの時期、旅行に行かれる方がいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方、旅行中の植物どうしますかっていうので、今日はお話ししていきたいと思いますので、旅行なんだけれど、この子たち大丈夫かなって心配な方々は、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速お話していきたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。今回のテーマはですね、旅行中の植物どうするっていうところなんですけれども、私今回ですね、2泊3日で、旅行に行ってきました。2泊3日っていうと皆さんどう感じます？このクソ暑い日に2泊3日植物の世話ができないっていうのは、なかなか怖いですよね。うちはほとんどが屋内栽培なので、屋外の植物はそんなにたくさんいるわけではないので、そこまでだったんですけれども、屋外の植物は1日何か管理し損ねたらカラカラになるわけです。特にハエトリソウとサラセニアなんかは、水分がなくなるとね、結構致命的なダメージを負ってしまうところなんですけれども、皆さんもきっとね、サラセニアとかハエトリソウを屋外で育ててる方、ウツボカズラとか他の植物もね、屋外で育ててる方結構いらっしゃるんじゃないかなって思います。そんな方どうやったら、なんとか成長とか最適な環境とは言わないんですけれど、どうやったら、その乾燥とかね、直射日光のダメージとかを防げるかっていうのをお話ししていこうかなって思います。すごく簡単です。室内にしまってしまいましょう。結局これでほとんどの悩みが解決します。私は今回そういう管理の仕方初めてだったんですよね。どうやったかっていうと、はい、こんな感じで、ハエトリソウたちはこう屋内にただこのまま入れただけです。皆さんもね、ほとんどの方はトレイを使ってこんな風に管理されてると思うんですけれども、我が家もこんな感じでトレイに入れているので、水結構深めに入れちゃいました。屋内でもね、余裕で乾燥するので、結構ちょっと深めで水切れだけしないように、ちょっと応急処置的な感じでね、結構たっぷり入れさせてもらって、で、屋内は、光がそこまでは入らないかな、午前中少し明るい光が入ってくるかなぐらいで、管理をしていました。はい、で言い忘れてました、大前提なんですけれども、屋内クーラーは多分必須かなって思います。皆さんのお家がどういう環境なのかちょっと分かんないんですけれども、育てる植物なんかにもよりますけどね、うちは人がいようがいまいがずっとクーラーつけっぱなしなんですよね。ペットも飼ってるので、ちょっと長期で開ける時なんかはなおさらちょっとクーラーが必要になってしまいます。ずっとつけてるのでもうあんまり抵抗がなくなったんですけれども、1日だけつけっぱなしにしておくっていう方がもしいらっしゃったらちょっと抵抗あるかもしれません。でも3日間ぐらいだったら大丈夫ですきっとね。クーラーつけっぱで屋内に入れるっていうのが、私はすごい管理楽だったかなって思ってます。本気で植物やってて3日家開ける人は多分3日間外に置いといたら気が気じゃないと思うんで心配だと思うんでね、こういう管理しておくだけで、結構安心して外出れるんじゃないかなって思っております。はい、で室内入れてた子たちなんですけれど、生きてはいますね。この子紹介しないですけれど、これとそれはもう風前の灯火というか、ギリギリ生きてるぐらいでちょっとやばいかなーって感じなんですけれど、もうしょうがないですね、ここまで来たらね。他の子たちも真緑になってきましたね。やっぱり暑いと緑になるんですかね。これがね、秋口になってくると だんだん赤みがついてきて色づいてくるはずです。もう京都レッドがどれだかわからないでしょみんな。もうどれが赤いタイプのハエトリソウかもわからないぐらい緑になっちゃってる感じです。
っていうので屋外はこんな感じで管理をしました。もともと屋内の植物についてなんですけれど、例えばウツボカズラ、こちら基本的に皆さん腰水しないで管理をすると思うんですよね。はい、我が家でもあんまり腰水というのはしないです。なんですけれど、この3日間に関しては腰水しちゃいました。まあ、腰水の根っこに与えるダメージって、まあ、結局水浸しでずっとベチャベチャしてて、その水がまあ劣化したりとかして根っこが弱っちゃうとか、まあ、なんかそんな感じなのかな。ちょっと理由があんまり分かってないんですけれども、だと思うんですけれど、まあ2泊3日間分ぐらいだったら全然腰水で水分むしろ保ってあげてた方がダメージは少ないんじゃないかなって思っております。ちょっとベチャベチャしちゃうかもしれないんですけれども、この3日間だけはね、あの水ちょっと深めにしといてあげて乾燥を防ぐっていう方向で、管理をしてあげるといいかなって思います。他の観葉植物、ポトスとかアセベリアは別に腰水してないんですけれども、あとモンステラね、モンステラ帰ってきたら新しい芽がもう出てましたね。すごく成長早いですね。はい、でハオルチャーのコーナーもまあ乾燥してました。あのたっぷり前日にあげたとしてももう全然乾燥しちゃうので、まあここら辺はね、もともと乾燥に強い子たちなので、まあそんなに意識はしなかったんですけれど、出かける前はちゃんとしっかり水をあげるっていうのは意識しました。はい、でこちらの、衣装ケースのやつらはガーって霧吹きしてあげて、若干床というか地面そこに水少し引いてあげて、もう蓋はちょっと締め切り、こんぐらいでしたね。もうほぼほぼ水分が逃げないような感じにして、湿度だけ高めてあげるっていう風な管理をしていました。でこの LED ライトなんですけれども、これ自体にタイマーは確かなかったかなと思うんですけれど、まあ我が家はもうタイマー式コンセントを使っているので、ほとんどの LED ライトとかファンなんかはもう全部タイマーで勝手に作動して停止するっていう感じになってるので、そこら辺は全く問題ありませんでした。ちょっと気になる方はね、コンセント本当に便利なので概要欄に貼っておきますね。結構家開ける方とか、もういちいちそういうパチパチするのめんどくさいって方はすごくおすすめなアイテムになります。はい、でこちらがいつもの音質ですね。フォグマシーンを紹介する詐欺でなかなか紹介できてないんですけれども、まあ霧吹きのおかげでなんとか別に乾燥はしなかったですね。あのこのグローボックスはずっとここ締め切りで、まあライトは勝手にスイッチオンオフにされて、あそこから一応霧が出るようにはなってます。でセファロタスもね、帰ってきたら色づきもすごく良くてめっちゃモリモリになってるので、またそのうち動画にしようかなって思います。ダーリングトニアも特に問題はなかったですね。はい、ということでいろいろお話はしたんですけれども、簡単に言うと屋外の植物は屋内に入れましょう、屋内管理の植物に対してはもうクーラーをつけっぱなしっていうのはちょっと覚悟しておいた方が安牌かなとは思います。つけなくてもまあ大丈夫だと思うならつけなくてもいいと思いますし、ね、あの、ある程度温度帯管理したいって方はクーラーつけた方がいいかなって感じです。で、屋内の植物も出かける前にはたっぷり上からもうザーって水をかけてあげて、まあ3日間の間でね、乾燥しきるぐらいの量は、あの、確保しといてあげてもいいかなって感じです。で、受け皿敷いて、いつも腰水しない植物でも、この3日間だけは少し腰水気味にしてあげると乾燥から守ってくれると思いますので、そんな風な管理をしてあげるといいかなって思いました。はい、ということで今回の動画は以上になります。参考になった方ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。一応あの昨夜この花館に行ってきたですが行ってきたんですが、まあろくな動画にはならないと思うので、まあ、ちょっと感想なんかをね、お話できたらいいなって思っておりますので、お楽しみください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。